回のタイトルはカルダナのミッドナイト、フィンテックのプロが CEO に就任、政府や企業への事業拡大へです。ぜひ最後までお付き合いください。 IOG はブロックチェーンプラットフォームであるカルダナの開発において重要な役割を果たしているソフトウェア研究開発企業です。最近の発表では同社は最新のデータ保護プロトコルであるミッドナイトの CEO にエラン・バラク氏を任命しました。この新しいプロトコルはカルダナネットワーク上のユーザーのデータのプライバシーと保護を向上させるために主に高度なセキュリティ機能からなる新機能を提供するように設定されています。 IOG のこの最近の動きはデータ保護とセキュリティに関する需要の高まりに対応することでブロックチェーン業界における同社の地位を強化することを目的としています。エラン・バラク氏は金融サービス業界で複数の上級職を歴任し成功を収めてきました。 IOG の新しいデータ保護プロトコルであるミッドナイトの CEO に任命される前はシンフォニーで最高執行責任者を務めていました。シンフォニーはコンプライアンスに関連した金融サービスのワークフローに特化した企業です。バラク氏の専門知識によりカルダナのネットワーク上の保護を改善する IOG の取り組みに大きな付加価値を与えることが期待されます。ミッドナイトに期待されること、カルダナブロックチェーンプロジェクトのミッドナイトの開発は現在進行中でありグローバルスケールのアプリケーションのために開発されています。開発者、企業、政府、個人が安全に運用できるように設計されています。このプロジェクトのユニークなプログラミングモデルはコンプライアンスを維持しながら機密性の高い個人データや商業データを保護するデータ保護を優先させる予定です。ミッドナイトはゼロ知識暗号 GK プルーフスを用いてプライベートとパブリックをミックスした計算を行いトラストレスな環境を実現するプラットフォームです。このプラットフォームは金融、サプライチェーンマネジメント、ヘルスケアなど多くの分野で役立つと期待されています。ミッドナイトを開発する事業部門の CEO に新たに就任したバラク氏はこのプロジェクトをリードし拡大していきます。このブロックチェーンプロトコルは2022年末に発表されました。カルダナのサイドチェーンのミッドナイト、カルダナブロックチェーンプロジェクトのミッドナイトはカルダナのサイドチェーンとして運用されるものです。これはプロジェクトがブロックチェーンのセキュリティや分散型の機能を利用できることも意味します。プロジェクトはこれらの点から恩恵を受け安全安心を確保しながら人々や組織が機密情報を効率的に取引公開共有することを支援します。 IOG の CEO であるチャールズ・ホスキンソン氏は次のように述べています。 IOG は設立以来ブロックチェーン分野におけるイノベーションの限界を押し広げ続けてきました。ミッドナイトはデジタル ID やデータの個人所有権の前提を覆すだけでなく機密性の高いシステムを構築するために必要なツールをユーザーに提供することを目的としています。ミッドナイトのような製品を市場に送り出すには製品の本質を理解しそれがグローバルなデジタルエコシステムにもたらすメリットを理解する人材が必要です。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。